はい、お久しぶりの青鬼実況。ふっかかずる。いやー、本当に遅くなってしまいましたね。なんせあの人形のパズルが解けなくて時間かかってました。人形のパズルはどうも解くものじゃなかったみたいでさ。まあ、私としてはこのまま失踪してもよかったんだけどな。ダメよヨウム、これからは違う意味で失踪して完結目指すわよ。失踪するのは申し訳ないもんね。電球、お手に入れた。で、前回の続きなんだけど、ちょっと期間が空いたから、よかったら復習も兼ねて前回の動画も視聴してみてね。確か、別館に来たんだけど先に進めなくて困ってるんだよね。この部屋だって怪しさ満開じゃないですか。この銅像とかも、椅子とかも何もかも怪しいね。暖炉があるぞ、みんな。でも火はついてないな。火をつけなきゃいけないのかしら、それに前回フランがやってた人形のパズルの謎。何からやっていけばいいの？そうですね。別館と言いながらかなりの広さですから、まずは全ての部屋をもう一度見ながら考えましょう。そうだね、それがいいと思うよ霊夢。そのうち何か発見するかもしれないよ。それもそうね。それじゃ、悪いけど広し、いろいろな部屋を回ってちょうだいな。まったく、相変わらず人使いの荒い奴らだな。ぎゃー。びっくりした。雷よりもびっくりした。ごめん。いきなりすぎてびっくりしたよ。あ、ちょっと、右上になんかあるわよ。うん、それに真ん中の壁にも何か貼ってあるね。これ、なんだろう。大理石の飾りのようにも見えますが、まさかね。きっと何かのヒントなんでしょうけど、今はまだわからないってところかしら。ああ、どんどん謎が増えていく。あ、もしかして、ヒロシさん、下の台を使って右上のアイテムは取れませんか？おう、動くな。ちょっとやってみるわ。うまくいったみたいだね。ライターオイル、お手に入れた。これでライターがまた使えるようになったね。なるほど、暗くて行けなかった部屋にも行けるようになったわね。壁のところのヒントは置いといて、他のところに行ってみようよ。そうですね、そうしましょうか。暗くて入れなかった部屋ってどこだったかしら。確か1階だったと思うよ。左の部屋だったかな。しかし不気味ですね、青鬼がまだやってこないとは。あまりにも静かすぎるわね。よし、もう一度ライターを使おうよ。まずはオイルをライターに入れるんだよね。そうだね。で、その後ライターを使うと、明かりがつくと思うよ。よし、これで準備できたぞ。ちょっと暗くて何の映像かわからないわね。どうもうプ主曰く、スマホ画面を明るくしても録画画面は明るくならなかったんだって。それって、録画ソフトの明るさ設定をしないといけないんじゃないのかしら。きっともう遅いわよ。青鬼ひろし編は収録が終わっちゃったからね。出たーケーシー。びっくりした。なんでこんなところにいるの？ヒロシと実況者一同か。びっくりさせんなよ。へへ。珍しく竹棒に入ってないね。確かに、上に竹棒があるのにね。いや、たまには竹棒から出て、じゃあ竹師さんが竹棒に入ってなーいってもてはやされたいしさ。お前いろいろかわいそうなキャラ設定だな。じゃなくて、竹師、無事でしたか。まあ無事でいておとりになってくれないと困るんだがな。ああ、だが時間の問題さ。いずれ化け物に捕まっちまう。っていうかお前もキャラ設定えげつないな。うるせえウプ主にド S の性格にさせられたんだよ。非科学エンテリナルシストの時点でもうね。逃げ場なんてないんだよ。いやむしろ逃げ場より俺の登場回数を増やしてくださいオネシャス。それは厳しいお願いだね。俺が、かっこいいって、照れるだろそんな。うるさい言ってないから台本通りに読みなさい。実況団だよ言ってみたかったんだよ。わかればよろしい。俺がお化け屋敷に行こうなんて言わなけりゃ、こんなことにはならなかったんだ。俺が、かっこいいって。誰がそんなこと言ったんです。俺のせいで、この物語ができたんだよって。いや別に誰も思ってないけど。ああ照れるだろそんな目見つめないでくれー。たけし。ちょ、誰かあの妄想バカを追いかけろ。初めて見たわ、あんなにたけしが喋ってる姿。意外と賑やかな人だったね。普通の青鬼実況はすでに投稿されてますから何か違いをと考えた末彼がこうなったそうです。仕方ないから代わりに俺が入ろう。ヒロシ、さりげなく入っていったね。視聴者サービスだ。何のサービス？あれ、その石像って動くんですね。動くっていうことは、どこかに持って行って使うものって解釈でいいのかな？椅子のように違う部屋に持って行ったりとか、ね。次はこれをどこで使うか、が問題ですね。問題だらけだな。隣には持ってこれたけど。どこに持っていくのかしら。うわぁ、油断してたら出てきたー。まずい、これは油断しましたね。今何が起こったの？なんで暖炉にいたの？しかも2体いたよ。挟み撃ちされたねー。これってもしかしてどっちかの青鬼は出現確定のやつかしら。だとしたら、
暖炉でしょうか。以前も竹ぼから出てきましたし。ってことで仕切り直しよ。今の問題は、この石像をどこに持っていくかってことだね。これは何なんだろう。なんか割れて砕けてる感じするよね。何かのギミックだったりするのでしょうか。石像を置くことができるか、試してみましょうか。案外置いてみると何かの仕掛けが動き出すかも。試す価値はあるでしょうね。この青に、ギミックが多いですからね。ねえ霊夢、攻略とかはググらないの？そうなのよね。それも考えたんだけど、どうしてもわからない時以外は、なるべく見ないようにしたいのよ。見ると自分で解く楽しみが減りますからね。ダメだこれ以上は進まんぞ。進まないってことは関係ないのか。残念、違ったみたいだね。もっと他のエリアとかに持っていけるのかな。そうですね、どこかで絶対に使うものでしょうし、いろいろ試してみるのもいいかと。そうね、ヒロシには悪いけどあちこち運んでもらいましょう。お前ら本当に鬼畜だな。なんか重そうに運んでるね。重いのはきっとうつ主のパソコンだ。スマホ画面を映すだけでも多少の負荷はかかりますからね。あれ、こっちには持ってこれないのかしら。ほんとだ、戻ってきてる。つまり、このフロアでしか使えないってこと。ダメです、わかりません。私もわからなくなってきたよ。まさか石像でこんなに苦労するとはね。どこかにヒントはないでしょうか。あ、そうだよ、画面上のヒントだよ。霊夢、ヒント発動してみる。そうね、さすがにこれはお手上げね。じゃあ、広告動画を見終わるまでカットで。はいよ、お任せあれ。石像、力いっぱい押せば動かせそうだな。階段で落とせば壊せるかもしれない。とまあ、ヒントはこんな感じですが。階段から落とすのか。階段といえば、確かフロア内にあるよね。あ、あったね。しかしあれは2階に上がる階段ですから。そこまで運ぶってことでしょうか。ま、物は試しってことよ、あや。そうですね、やってみないことにはわかりませんよね。これはもう、ヒロシに頑張ってもらうしかないな。なんで俺がこんな目に。あら、なくなってる。どういうことなんだろう、この階段じゃないってことなのかな。せっかく持ってきたのにないぞ。やっぱりダメみたいだな。他に階段なんてありましたっけ？でもきっとこのフロア以外には持っていけないわよ。というか、どんどん謎が増える一方だね。別館に来て何一つ解決してないっていうね。青鬼がこんなに難しいなんて。モチベが下がった気持ちもわかります。ダメ元でもう一回。知ってきないって言ってるのにわかんねえ巫女だなおい。ヒロシなんか言ったかしら。あ、いえ、何にも。本当のドSは霊夢だった。他に階段があるか、ちょっと探してみようか。そうね、どこかで見落としているのかも。うわぁ。本日の成果、石像を動かした。以上。たけしも出てきたよ。また次回。マリサと。レミリアの。青鬼ガチャのコーナー。ちょっと、青鬼実況どうしたのよ。いやすまんすまん、なんせ謎が解けずにモチベが低下していたそうだ。しかし失踪するのは良くないと思ったらしくな、無事に収録に復帰したそうだぜ。そういうことだったのね。でも、戻ってきてくれてよかったわ。ま、よほどの罪要素がない限り打ち切りになることはないからな。それじゃ、気を取り直して、新年一発目のガチャ、行ってみましょう。ああ、運試しも兼ねて、レアなの来てくれ。おい、見た目はドロドロ、性格もドロドロ、その名も、メアオニ、ドロリンチョ。運試しが、これかよ。できればボスにしたいところね。ダメよー、ダメダメ。せっかく満を持して出てきてあげたんだからね。そうなの。これからはスピードアップしてアオニ実況出すから、私ともよろしくねー。お前が言うなよ。次回も、よろしくねー。